株式会社東京都民銀行は、かつて、東京都港区に本店を置き、東京 ty フィナンシャルグループ参加であった、地方銀行。2018年5月1日に新銀行東京、八千代銀行と合併し、キラボシ銀行となった。旧、日本工業銀行系とされ、歴代トップは、同行出身者が就任する例が多かった。いわゆる専門地銀の一行である。 2013年8月5日、同じく都内を地盤とする、第二賃金である八千代銀行と2014年秋を、めどに、金融持ち株会社を設立し、経営統合をする交渉が進められていると報じられ、2014年10月1日に、両校が銀行市会社として参加に入り、株式会社東京 TY フィナンシャルグループを設立。本社を八千代銀本店に設置した。 2014年3月、清水建設がサーベラス傘下である昭和寺社の所有する土地を取得し建設するビルを都民銀が完成後に買い取り、本店を移転すると報じられ、2017年9月19日から完成した新本店ビルで業務を開始した。2018年5月1日、東京都民銀行と八千代銀行、新銀行東京が合併し、 株式会社キラボシ銀行へ社名変更した。ATM では、イオン銀行、常用銀行、つくば銀行、武蔵野銀行、千葉銀行、横浜銀行、東日本銀行、ヤ千ヨ銀行のキャッシュカードによる出金は、自己扱いであったほか、首都ネットで提携している同行、東日本、ヤ千ヨの産業については、相互入金も実施していた。また、 コンビニ ATM での入出金や JR 東日本の駅に設置される ATM コーナーであるビューアルテでの出金も可能であった。2007年2月10日から2016年7月31日まではサンリオのキャラクターであるシナモロールをイメージキャラクターとして採用し同年8月1日からは東京タイフジーの共通イメージキャラクターとしてサンリオの リトルツインスターズを導入した。この他、2011年7月19日から、FC 東京デザインの総合講座通帳、キャッシュカード、積立預金通帳も発行していた。なお、後年スポンサー関係は解消され、現在は、読売ジャイアンツの本拠地である、東京ドームに広告を掲載している。当初は、2011年5月の GW 明けを予定していたが、 東日本大震災の影響などを考慮し、万全を期すため、2011年3月16日に移行時期の延期が発表された。ありがとうございます。